リンさん。あ、藤原さん、久しぶりです。お久しぶりです。やっと会えましたね。そうですね、淡水にいる間に会えて本当に嬉しいです。せっかく淡水に来たので、今から金色水岩を案内します。本当ですか？ありがとうございます。楽しみです。金色水岩は淡水ラオジェのすぐ裏にあって、誰でも知っている有名なスポットです。そうなんですか。金色水岩っておしゃれな名前ですね。金色水岩は金色に輝く夕日が見えることから名付けられました。旅人を引きつける名前でしょ。はい、今日は夕日が見えるといいですね。あ、前に金色水岩の看板が立ってます。ここは金色水岩の広場です。夕日なら多分もうすぐ見えますよ。ちょっとお腹が空きましたね。この辺りには何かおすすめのお店がありますか？川沿いに美味しいお店や屋台が数え切れないほどありますよ。食べ歩きしながら散策できます。では夕日を見てから食べに行きましょうか。いいですよ。今日は遠慮しないでたくさん食べてください。はい、わかりました。今日は案内してくれて本当にありがとうございました。